では参りたいと思います、はい、監督ネームカステラさんからいただきました。カステラ、江口さん、トキさん、山谷さん、広瀬さん、畑中さん、そして赤澤さん、はい、おはようございます。おはようございます。おはよう。夏の生稽古、本当に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 待ってました。嬉しいです。赤澤さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。私はゲーム A3 が大好きで、そしてもちろん舞台の満開ステージ A3 も見ています。 A ステの夏組の皆さんも本当に驚くほど仲が良くて、いつも元気やパワーをいっぱいいっぱいもらっています。生稽古初めての赤澤さんに質問なのですが、はい、声優というお仕事は初めてですか？普段の舞台のお仕事とは違うと思いますが、感想を知りたいです。また声優の夏組の皆さんの印象はいかがですか？第一印象を知りたいです。第一印象、まあ、確かに第一重要だよね。大事10月のトルライン、夏のライブもすっごく楽しみです。楽しみにしてます。頑張ってくださいとのことです。はい、あ、でもそうだよね。ありがたいですね。舞台で演じる時と、はい、マイク前で演じる時と、やっぱそうです。もう違う、ね、やっぱ舞台だと対人であくまでもやるから、うん、その監督ちゃんへの語りかけとかもやっぱお客さんに対して語りかけたりするんで、うん、そのまあゲームだと特に一人で収録したりっていうのは、うんうん、なかなか最初やっぱ慣れなくて、そうだよ、やっぱ最初とかはもう半べそで帰りました。みんなでもそう言いますよね、やっぱり。でもその音響監督さんに、うん、あの僕その後行ったんですけど、 あのすごい赤澤さんめっちゃ合わせてめっちゃ良かったって、マジで。うわ、泣いてしまうかもしれない。いや嬉しいですね。いいっすね、うん、まあね、そんな話は置いといて。そんな話大事よ、そこは。なんで食いついてその。むちゃくちゃ。そんな話は置いといて。メガネで隠れてるけど、すごい目力をやめてください。第一印象ですよ。そうですね。確かにね。これは聞きたい。なるほど。違う。我々がね、言うんだね。まあでも一番最初に今日お会いしたのは、山谷さん。はい。やばいやつと会っちゃった。なんですけど。一番優しいです。僕あの、アフロだったのを知ってて、ああはい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 、ちょっとリサーチをしてまして、はい、リサーチしてくれてたんですね、はい、ではい、それ会えるのかなと思って、はいはいはい、今日来て、はい、でスタッフさんにあの山谷さんがいらっしゃいますって言われて、はい、どこにいるんだろうね、はい、ちょっと待ってよ、めちゃくちゃいましたよ。唯一僕だけいたんですか？そうです。う、僕が最初にいての赤澤さんが来てのだったから、ちょっとそのびっくりはまあありました、はい、確かに、あの人誰だろうなから入ってあの制作のスタッフさんもいないって思われてる。そう言われましたね、先ほどね、びっくりする、なるほど。じゃあトキさん、ね、いやトキさんは割とすぐに同い年だってお話ししていただけたので、うん、あ、もうかなり親近感すぐ湧いて、うんうん、でやっぱ柔らかいじゃないですか、その見た目も柔らかいというか、はい、優しそう、穏やかね、そう穏やかなんで、すごい。タスク君の顔見てください。本当穏やかって。お前その顔なんだマジで。真実を。おい。真実を。圧が強いな。ごめん、何にも考えてない。なんか考えて。おい、なんか考えろ。何も考えてなんか考えろ。そこなんだから。そうか。今日の晩飯何にしようかと考えてんだろ。いや、そろそろ腹減ってきたな。序盤的にはやっぱ接しやすい。となと思いました。ああそうね、はい、よろしくお願いします、はい、タスク君、タスク君は、はいはい、あでもすごい話しかけてくださったんですよ。そういや、いや、そんな悪いこと言ってない。あ、そう、はい、いやもうなんか明るく舞台はどんな感じなんですかとか、あそう、あ優しい、そう、めちゃくちゃだ、めちゃめちゃ優しいなと。どんな顔してるんですか、その顔。なんだ、いやだからほら、なんかほら、俺がもしここでね生放送でやらかして燃えてしまった時にやっぱ一緒に燃えてくれる人が必要だから、ね、え、俺そんな考え方だからほら、言うように燃えるって言うな。一緒に燃えようって。とんでもねえこと考えてるな。そうそう、ずっと燃えることを考えてる。なんかもろともみたいなことをこれから距離取ろうね。うん、ちょっと距離取ります。安全は自分で守って。はい、江口さんは、江口さんは青いなと。いやそうだよ。もうやっぱまずまあね。あだ名青ひげ先輩にします。もう忘れてください、青ひげは。入ってないのよ。入ってない。ひげは入ってないまだ。はい、青ひげは。まあ、確かにな、全部持ってかれちゃうもんね、この色にね。確かに。でも入りやすいなっていう。いやでも本当に、あ、僕夏組
に入れてよかったかもしれない。こういう寄せ合い寄せ合い。今のところ印象青ですよ。そんなに褒めてないです。寄せ合い。そんなに褒めてない。江口さんのことだけを言ってるわけではありません。夏組最高って寄せ合い。まだまだ。待って待って本人の口からね。まあ、そうだそうだ。でも本当この空気は江口さんがね作った。悪い。おいそんな悪い。そんな悪い広瀬くんは？あでもそうもともとね。もうそうですね。もう結構前なんで第一印象はちょっと覚えてないけど。どんなやつだったっけ？今の印象じゃん。今の印象。あなんかすごいフォローしてくれてやっぱ友達だなって思います。優しい。はい。一番コメント雑ですね。仲いいからね。仲いい証拠だね。はいありがとうございます。ありがとうございます。